縄跳びの修理の仕方を説明します。コンセントを挿してハンダゴテを温めます。はい、縄跳びが切れたと言って持ってきた時はここのところがギザギザしているので、はじめに平らにするために少し切って捨てます。これ全然太さ違うんですけど、太さが同じものを選びます。ハンダゴテが温まったら、先ほど平らにした表面を溶かします。表面が溶けたらくっつけます。くっつけた後、少し表面がくっつけたところがふっくらとしているので平らにします。これで出来上がりです。縄跳びの修理やってみた。どのくらい切りますか？5ミリぐらいです。表面を滑らかにするためです。なるほど。ハンダゴテを膝に挟みます。膝に挟みます。熱いんでしょ、先。熱いです。はい、もう近くに手をやっただけで熱さが伝わってきます。クリクリクリっと。ちょっと早すぎます。もっと溶かさないといけない。多分持つところが遠いので、もうちょっと近くです。で、押さえつけるようにして。ちょっとずれてない。で、あ、でも変わってきた。で、最後に表面を。ちょっと熱いかもね。でも持ったら全然熱くないです。持ってこうしてるときは。できます。で、手でこうやって触って、立たない。できてます。ちょっと引っ張ってみてください。いや、引っ張っていけません。いや、今引っ張っていかない。冷えるまで 3分ぐらいは触らないで。あ、それはポイントですね。よし、引っ張ってもちぎれないです。ハンダゴテにつけるときに、ハンダゴテのところに1センチぐらいのところを持って、ハンダゴテにクーッとこう丸丸丸とくっつけると溶けてくるんですね。溶けてくるのが分かるので、うん、溶けてきたらハンダゴテから外してピタッとまっすぐにまっすぐにくっつけます。で、手で少し熱くないので、揉んで揉む、一回平らにしてあげて、もう一度ハンダゴテで表面をこうすると綺麗にひっつきます。